二条の院にすぐ近い寺所へこの頃建築させている家のことを源氏は末継花に告げて、そこへあなたを迎えようと思う。今から道女として使うのに良い子供を選んで慣らしておきなさいともその手紙には書いてあった。女房たちの着料までも気をつけて送ってくる源氏に感謝して、それらの人々は源氏の二条の院の方を向いて拝んでいた。一時的の恋にも平凡な女を相手にしなかった源氏で、ある特色の備わった女性には興味を持って熱心に愛する人として源氏を誰もが知っているのであるが、何一つ優れたところのない末継花をなぜ妻の一人としてこんな取り扱いをするのであろう。これも前生の因縁ごとであるに違いない。もう暗い前途があるばかりのように見切りをつけて女王の家を去った人々、それは上から下まで幾人もある旧召使いが我も我もと最近を願ってきた。善良さはまれに見るほどの女性である末継花のもとに使われて気楽に暮らした女房たちが、ただの地方官の家などに雇われて気まずいことの多いのに呆れて帰ってくるものもある。見えすいたような追従も皆行ってくる。